え皆さんようこそいらっしゃいました。ではこの新しいパネル再開開始したいと思います。質問がいくつかありまして、えまた前回のパネルで出ました主張に関してなんですけれども、え二千十五年に承認をされた。 その17の SDGs に関して私たちは全く達成に近づいていません。ということで今日のディスカッションのテーマの一つに AI を活用して国連の2030年アジェンダを加速化することができるのかもし AI がそれを実現するのであれば可能にすることができるのであればデジタル ま、そういった国連が何か障壁になるようなことあるのかどうかということです。今現在、ai の第2段階に入っています。生成システムによって。人間の。人間が。このエコシステムの唯一のま主役であるということです。私たちが認識しているのは意識的に。ま自立した。ai。 のエージェントというのが存在しイタリアの哲学者オックスフォード大学の哲学者でエール大学に今現在いる学者が第4の「革命」という本の中で言及しています人類に関して私たちは現在人間がよもや中心ではなく 関係性というものが中心になってきているということです。関係性というのは人間とその他の種、えそして人間と人間が接続されているすべてのそのインフォスフィアの関係ということです。私はイタリアのライテレビのジャーナリストでありまして、私は。 官民のさまざまなリーダーの方にお会いすることができました先週お会いしたのが例えばパーソナルな AI をそれぞれに対して構築するという話がオープン AI の中で出ました 新しいスタートアップでインフレクション AI というものを立ち上げた人の話です。インフレクション AI というのはツールボックスであり私たちの,そのポケットに入れて持ち運びができる。で彼が言うには自分がここれを構築すするとということですもう一つはもう一人は、まあ、いろいろな公共部門。 で仕事をしているリオン・パネタという人なんですけれどもこの人が言うには、AI、が政府の支柱から離れてしまううとということです現在官民のシステムからだけではなくてこのようなフォーラムこのような場で話し合うということが極めて重要だということであります。 テクノロジーの最初の10年においては全てのテクノロジーは中立的でありそしてそれを良い目的にも使えるし悪い目的にも使えるしかしそれは必ずしも事実ではありません現在その善悪だけではなくて 道徳心を持ってテクノロジーを活用するということが重要になってきますこのパネルではこのマルチステークホルダーのプロセスがまあ加速化しているというこの時において非常に高名なパネリストの皆様をお迎えしてこのテーマについて話し合いたいと思いますドリーン・ボグダン・マーティン ITU 国際電気通信連合の事務総局長それから慶応大学特別教授村井淳先生そしてシンハト,ロプトリピティ・アイキャンの議長そしてジョン・ウィッティングデール卿英国データデジタルインフラ大臣マリア・フェルナンド・ガルサオレスティアの CEO そして ICC の理事,理事長、そしてシグバン・ジュベルク、ノールウェーのローカル・ガバーメント・リージョナル開発大臣、そしてチャット・ガルシア・ラミロ APC のエクゼキュティブディレクターです。では最初の質問です。WSIS 世界情報社会サミットのこの20年間の成功は主な成功は何だったでしょうかということですがバーバラありがとうございます皆さんこんにちは多くの友人 IGF の友人の皆様にお会いできて大変光栄です。皆のの中で2003年の ウィシスにいらっしゃった方、2005年にじゃ参加された方はいらっしゃいますか。でまあ答えです。えこのウィシスのまあ成功ですね。主な作あの成功ということですが、えそれはえこの参加者の皆さん、オンラインの皆さんのコミットメントだと思います。えそして え2003年のウィシスに向けてのそれぞれの努力だと思いますウィシスというのは本当にその時代のを先駆けていると思います包括的な枠組みを構築することをやってきたわけでえ例えば生成 AI とかという新しい技術が出てきましたけれどもウィシスは最も節的な包括的なプロセス として2003年2004年2005年これは官民市民社会学術界国連さまざまなそういった組織マルチステークホルダーのプロセスにが参加をし2003年2005年のウィシスが実現したわけであります。で忘れてはいけないのはこういったコミュニティまのスピリット そして私たちがこのウィシスのステークホルダーの人たちのさまざまな努力あるいは交流、それがあまあ成果として花を開いてまあ今日があるということだと思います。ありがとうございます。では村井先生どうでしょうか。はい、そうですね。質問。 2003年ですよね2 0年からの20年の成果ということですよね「ウィシス」が始まってからということですね。まあその20年例えば2000年ですね6人しかまあ人間の代表として6人しかインターネットにアクセスしてなかった今は70%ですよね人類の65%ですか。つまり 6%から70%にまで増えたということですからこれは大きなスピードだと思いますインターネットの流通のすご素晴らしいスピードだと思いますそしてアクセスコンピューターネットワークデジタルデータへのアクセスまた AI もそうですそういったインフラに全てが依存しているわけですけれども。 これは大きな成功だと思いますオープンフォーラム IGF のようなオープンフォーラムがなければこのようなま人類がこういった偉業を達成することはできなかったと言っても過言ではないと思います2つ目の質問マルチステークホルダーのこのま性質というのはどのように機能しているのかということで6%から70%に増えたということ空間 でそれだけ増えたということはインターネットを開発した時にそれは私たち私たちだけのものでしたでもそれが全ての人のためになっているわけです。ということでステークホルダーというのはまあ多様な まあステークホルダーを網羅しているということでありますその人たちがこの技術的な環境の中にまいるということでありそれはマルチステークホルダーというモデルがなければ実現しなかったと思いますまディスカッションであれプロセスであれえそれがやはりウィシスのま成功の一つだと思います主な成功だと思いますありがとうございました 聞こえますでしょうかありがとうございます今日はお招きいただきましてありがとうございますあの質問ですが2003年からま何が起きたかというとこの20年間は素晴らしい変革がま実現したと思いますインターネットの,その範囲50億の お人がインターネットに接続していますそして何十億というデバイスがあるわけですこれが20年間で起きていることですコンシューマーテクノロジーということを考えた時にスマホこれは20年間の間に開発されたものです AI というのは約1年前わずか1年前に開発されたものですそれはマルチステークホルダーのコミュニティがあったことによってオープン ス,テスタンダードそして総合運用性オープンアーキテクチャそういったものが実現したわけでありますそれによってま大きなインパクトがマルチステークホルダーのコミュニティの中にえまできたということでありますありがとうございますではゲールさんお願いいたしますまずご招待いただきましてありがとうございますまた日本国の皆様まに感謝申し上げます えー、3人の方々がおっしゃったことに合意いたします。大きな変化がこの20年間残りました。2003年、インターネットはまだ初期の段階でした。スピードは当時、本当に今現在のスピードの。 何十分の一、何百分の一というような状況だったと思います。今インターネットはああ我々の生活の一部になっています。すなわち私の子供はインターネットがないような環境で暮らしたことはないわけです。でも大きな課題が残っています。この原則ということに関しまして、その最初の2003年のウィースウィススでの原則というものが大きな貢献をもたらしていますけれども、その価値というものを先ほどはありました話がありましたようにマルチステークホルダーのアプローチ。 すなわちさまざまな経験知識、えー、とこういうものを会社からまた市民社会からやることもできるの政府からも遊べることができるこれが、えー、これまでのインターネットの開発の基盤であったと思いますそれが IGF の基盤にもなっているわけですこれは現在の重要ですしたがって我々はこれまでのこのような基盤をもとにさらに今 アクションラインができておりますのでこれを活用していく必要がありますこのような原則というものはもともとのその2003年の原則というものは今後のそのインターネット我々が望む方向で開発するためには極めて重要であるということですそれではガラシアさんガラジェフさんまずご紹介いただきましてありがとうございますこの大変重要なパネルに参加できたら大変嬉しく思います また日本,日本政府の皆様にこの重要なフォーラムの主催をいただきまして感謝をいたしますデブル s i s の成功ですがこれは7点もの変化にあったと思いますまず最初に政治的な声明が出ました人中心のデジタルで接続されましたグローバルの社会をつくるというような声明を出したわけですそして この VSUS を使うことでこの理念のもとにインターネットの開発が行われました。当初 WSIS はポリシーフレームワークだとかガイドラインを策定いたしました。これは包括的なものであってそして、IC、我々のマル,チマルチステークホルダーコミュニティへのコミットメントもその時に明確になりました。そしてこれまでも WSIS はテクノロジーを活用しそしてその目的の達成のためにテクノロジーを使ってきたわけですそして WSIS のコミュニティは IGF のコミュニティにおいてもアクティブであってこのようなダイナミックなコミットメントというものが継続的な会話につながっていますしまた同時に 国連のシステムも WSIS の基盤を活用して強力なネットワークでのコラボレーションを実現しているわけです ITUUNDP だとかユネスコンクタッとが中心になりましてコラボレーションを強化しシナジーというものを強化してまいりました、はい、ありがとうございますではチャットガルシア・ラミーラさん皆さんこんにちは 私からは2点ほど強調したいと思います。WSIS は国際的なデジタル社会に関します政策フレームワークであって、まあ、当時、えー、この情報社会ということを言っていたわけです。そして、ジュネーブ・プラン・オブ・アクションというもので、自由のアクションラインというものが策定されました。これは体系的なアプローチとしてデジタルテクノロジーを統合していこうということでした。さまざまなセクター、さまざまな分野においてです。そして、これが、 アプローチに関します多様性だとか機会というものをもたらしましたステークホルダーに対しましてもそうですし市民社会に対しましてもそうです2003年2005年私もメンバーでしたけれども本当にそこにはエネルギーがありましたそして情報社会に対します信念というものがあったわけです様々なグループの参加がありましたし人中心の人権を中心にいたしました 枠組みということで、あま特にその地方におきます。アクセスに関しましてのディスカッションもありました。マルチステークホルダーのその原則という点に関しまして申し上げますと。まあ、皆様も先ほどお話があったとおりです。で、この原則 wsis が定義したその参加に関します。原則、特に igf を通してのものですが、まあ、これがパートナーシップをもたらし、そして協力関係をもたらしています。 これをより効果的な実装のためには諦めた重要な側面となっていますただ一方で注意する必要があると思いますこの原則というのはあらゆる場所で平等に適用されているわけではありませんそこに目を向ける必要があります今現在マルチステイクホルダーアプローチに関しまして不平等な状態があるということで改善が必要になりますまた様々な、えー COI 理解の対立ですとかということもございますしマルチステークホルダープロセスに対しまして我々はさらに堅牢,堅牢なアプローチを求めていますそして WSIS においては民主的なマルチステークホルダーの参加型のアプローチというものを学びましたしあらゆるレベルにおいての包摂性ということを学びました国地域国際的なレベルにおいての包摂性ですこういった教訓が私が得られたものだと思いますしそれが成功の 原動力になっていると思います。で、この2年5年、えー、先もこの原則というのは極めて重要です。はい、ありがとうございます。では、大きなその課題、えー、このプロセスを継続する中で、どのような課題がありますでしょうか？どのような計画があって、今後のその行動に対しまして、えーえー、行動を実行していく、その計画というのはありますでしょうか？えー、トルシーナさんはい。質問ありがとうございます。 1一つ課題として今直面しているものはコンフレッションです。コンフレッションというのはこの理解どこにその問題があるのかということその問題を解決するためにはどこに問題があるのかを理解する必要があります。もともと規制だとか法制というものは良いと思って生まれたものになります。ですがそ,のそれが組織で間違ったレイヤーで適用されることがあります。インターネットの テ,テクニカルなレイヤーが政治化されているということがございます。これは地球全体の公共財ではあるわけですが、その,その上にそのアプリケーションレイヤーというものもあるわけです。そこで我々がその問題として、えー、対応しなければならないのはアプリケーションレイヤーの下のところの技術的なインフラのところだと考えます。まあ、そこに一つの問題があると思っています。そこが今現在の課題です。ね、それ以外には 今現在ガバナンスに注目が集ままっていましていしそれはもちろん重要なことですインターネットのガバナンスモデルというものがマルチステークホルダーリズムというものを中心にまた今後もそれを開発していく必要がありますしさまざまなイノベーションだとかを含めてさらに推進していく必要がありますまたマルチステークホルダーリズムがうまくいってるかどうかという質問に関しましては ままず多国籍主義というものを考える必要があります私が心配しておりますのはさまざまな声意見というものがありますけれどもマーチーステークホルダーモデルというのは唯一の方法でさまざまなセクターの社会の方々の声を集めるものであるということそして最良のソリューションというものをもたらすものであると思っています。それが私今現在少しし心配しているところで本当に この二十年の成功を振り返ったときに、これをさらに今後継続していくためにはどうすればいいのかというところを考える必要があると思います。はい、ありがとうございます。えー、マリアフェルナンダー・ギャーサさん、どのような今計画というのがありますでしょうか。今後のその課題に対応するためにありがとうございます。まず国際商業会議所は四四千五百万 あ 4, 万のの企業の代表になりますこれは170以上の企業を国々にまたがっています。で我々は YCIS のプロセス2003-2005年も参加してまいりました。そして YCIS のフォローアッププロセスの中で、ね、ビジネスの観点から貢献してまいりました。そしてアンビションというものを設けて言います。グローバルでの人中心の情報社会の実現に関してです。でこののプロセスの 結果といたしまして、えー、チェニスアジェンダジネーバーアクションプランというものができていますそしてシのグローバルのインターネット誰もがそのメリットを受けるというような社会の実現を目指していますそして社会、えー、ですが、えー、この補正性なの、えー、枠組みの中でステーク,クホルダーのグループをまとめてディスカッションしていく必要がありますまあこれまで大きな進捗がありました 26億人のユーザーが今現在もつながっていますそしてつながる可能性がある方々がつながらないということもありますそれにはいろんな理由があります例えば価格の問題だとかサービスが提供されてないスキルがないだとか文化的また規範的な問題がある場合もありますそしてそれ以外にもいろんな問題があるわけです今現在の社会は 2003年から大きく変わってまいりました新たな課題もありますしガバナンスに関しましてもそうですそしてインターネットが分断されましたポリシーに生んでいるという面もありますデジタルテクノロジーが進歩する中でインターネットをもとにそしてインターネットを超えた また、そのマルチロステークホルダーのこの理念というものをさらに進めていく必要があります。で、これはまだ普遍的なものにはなっていません。また、適切に十分に活用できたわけではないと思います。あらゆるレベルにおいて、マルチステークホルダーリズムというものを活用するべきだと思います。例外なしにです。そして、政策に関しましては、まだ法的な側面もありますけれども、j サイテクノロジーとイン,インターネットに関しまして、適切な枠組みが必要だと思います。チャットガルシア ラミロさん今の26億の人がいまだにインターネットに接続できないということですよね。やはりデジタル不平等そしてその除外という現象現状があると思います。経済発展が阻害されているということであります。もし その脈絡をきちっと見なければデジタル包摂性といったものあるいはマーケットの論理そしてその不平等に対処するということこれはやはり環境にに対しての負荷にもなりますつまり意味のある接続性等が実現しなければ。 ジェンダーや階級さまざまなそういった人々をつなげることができないということになります WSIS と持続可能な開発それを実現するためにはそれが必要ですまた官民の人々を中心に人間中心のデジタル化ということですが2005年 にそのサミットの直前に普遍的なそしてアフォーダブルな手ごろなそういったインターネットというテーマが紹介されたわけでありますけれどもそれはグローバルの公共禅として推進されなければなりません。 そういった意味でインターネットやデジタルテクノロジーをグローバルなその公共のリソース資源として考えられる必要があるあります。それは人権にも関係します。このような認識をいろいろなメカニズムあるいはまその企業の説明責任によってまサポートし、そして 公共のデジタルインフラななどを財政的にに支援していくことも必要になりますまた政府がその規制のオプションなどを駆使しながらその犯罪を抑止することが大事になります特に危機の時にはそれが必要になります。またデジタルテクノロジーの潜在性であるオープン な要素というものもにも注着目する必要があります。さてドリンボグダーマーティンさん、最大の課題というのはなんなんでしょうかということで、はいあの振り返ってみると、今まで私たちが予期せなか予期しなかった進歩がありました。2003年2005年を振り返ってみますと。 これは SNS の前の時代です。ツインターもインスタグラムも当時はなかったわけであります。ですから、えー、まあ今日私たちは直面している偽情報、誤情報、そういったものは当時は全く予期していませんでした。このテクノロジーのまあ躍進、まあ生成 AI も AI も出てきましたので、全く予期せぬまあスピードでこの進んでいるわけです。 そして IGF でもし,っかりですしかしその枠組みというのは適切な要素を提供しているんではないでしょうか。サイバーセキュリティというのはもちろん2003年2005年にもありました。しかしか私たちはそれがどの 程度を広く拡大するかということは全く予期していなかったと思うんです。これは毎年80パーセントぐらいサイバー攻撃というものが増えているという数字にも示されています。 ウィシスプラスエンこの20を見て,見てもそうだと思います。デジタル格差これは多くの人が言っているように大きな進歩は遂げていますこのギャップを縮めることが進んでいますが人類の3分の1はまだマクセスを持っていないわけです。この地球は 3G、4G でカバーされました。しかしながら、このまあ格セ格差というのが存在をし、そして接続できない人がいるということです。また大事なのは。 この課題を考えた時にもともとの設定されたターゲットを振り返る必要があると思います。なぜそのターゲット目標が実現できなかったのか,ができなか,ったのか全ての地球上の学校を2015年までに接続するという目標があったわけですがそれが実現していません。ということは WISIS20 のプロセスでグローバルデジタル、えー コンパクトというところを私たちが目標にするときになぜ起きなかったまあ、実現できなかったのかということをきちっと振り返って識別する必要があると思いますサイバーセキュリティというのは確かに最も大事な問題だと思いますクアンタム量子によってこれはまた大きく今後変わってくると思いますジョン・ウィッティングデール今日どうぞはい デジタルインクルージョンというそういった包摂性包括性というものが非常に重要になってくると思います。より多くの途上国がこのテクノロジーを採用するということは私たちの,この政府の構造こそがこの効果的なインターネットの発展に寄与するんだと思います。またデジジタルテクノロジーが その開発や発展に寄与できるということもそうであります。つまり、ウィッシュのもともとの目標であるその国連の SDGs に寄り添った形での例えば。 小学校を全て接続するとか全ての人にその接続性を提供するとかあるいはそのヘルスケアをオンラインで診断をしたりということで実現するとか。 そういったあ、実際的なあま恩恵というものをが必要になってくると思います。それこそが、国連の sdgs にま寄与するのではないかと思います。そして世界がこのテクノロジーからま恩恵を享受できるということになると思います。では、未来の話をしましょう。どうすれば？このこれを。 この,このテクノロジーこの AI 関連のテクノロジーを進化させることができるのか量子サイバーセキュリティあるいはパーソナライズド AI とかそういったものが出てくる前にあるいは生成 AI といったものが浸透する前にどういうふうにしていけばいいんでしょうか村井先生。はい 提案したいと思います2つの方法を提案したいと思います AI 関連のテクノロジーということで AI テクノロジーそのものと AI に関連するテクノロジーというのがあると思いますそういったテクノロジーというのが将来の社会にインパクトを与える技術だと思いますで、質問の中に複雑な AI テクノロジーも含まれるということだと思いますが えま、こういったテクノロジーというのは、そもそもが非常に複雑なんですえ。そしてあの理解が難しい場合もあります。どのように機能するのかということも分かりにくい、いまインフラもどうなるのかということもわからない。ai をサポートするものは何なのかとかえ、その辺のところもそうです。ということで。wsis のようなプロセスは？ 透明性であったりオープンであるということテクノロジーの開発の上での透明性オープンであるということこれは決してブラックボックスであってはいけない閉鎖的であってはいけないということでありますのでそれを達成するためには 技術的なグローバルスタンダードというものが非常に重要になってきますそれが AI テクノロジー AI 関連のテクノロジーに関連するところです次にその AI の使用あるいは応用です AI がサービスや社会にま影響を及ぼします これが AI であって私の仕事がなくなってしまう AI にとって変わってしまうとかそういったマイナスのまインパクトというのがあるわけですえそれは非常に危険なあ現象だと思いますマルチステークホルダーのディスカッションというものを推進しなければえそういったことが 現実になってしまいますということで WSIS というのは非常に重要だというふうに考えます、えー、マリア、えー・フェルナンダ・ガルサさん新しい課題ですが、えー、どうやってそれに対処すればいいでしょうかこの複雑な私たちの世界の中でどのように対処すればいいでしょうか、えー、ウイシスというのはテクノロジーだけの団体ではありません YCES はテクノロジー中心ではなくてビジョンそしてツールボックスというものを提供するわけですあらゆる方々にそのメリットを享受させるための枠組みであるということになりますこれもモチステークーダーの協力オープンダイアログそして意見の交換そしてベストプラクティスの交換というものを行ってまいりました この20年の間ツールボックスというものが開発されてまいりましてそして新しいチャレンジが生まれてまいりましたそこで今考えるべきは我々はこれを効果的に使ってきたのかということですマルチステークーダーのモデルが最も有用性の高いそして万能のツールということになりますそしてソリューションということに関しましてもポリシースペースだとかにおいて分断を起こさないということが必要になります 同じ努力を複数の場所で繰り返すのではなくてリソースを共有し一元的に取り組みを進めるべきだと思いますそしてお互いに相互運用性のあるようなソリューションを開発するべきですマルチステークオーダーのディスカッションは OECD において OIA に関して信頼性のある AI の例に関しますディスカッションも行われていますそして 責任性のある AI ということでテクニカルコミュニティそして学術的な研究また草れ野の市民社会への取り組みを行われていますそうすることでキャパシティを作りそして説明責任というものを設けようと考えています。 官民学の協力こういったピースというものをそれぞれ集めてもともとそのワ,ーワイシスが作られましたその精神というものを利用することで相互運用性のあるようなそしてあらゆる方々がお互いにその情報を共有しまたそのさまざまな経験を寄与するということができると思いますではゲルスニックさんどうぞお願いいたしますはいありがとうございます新しいテクノロジー AI もそうですがこれは問題を開発していきます新しい形で問題を解決するそういった側面を持っています一方で AI は大きな課題も生み出しています人類的なジレンマこれは真剣に考える必要があります WSIS はすでにワークショップや対話を開始して AI の管理に関して ディスカッションを行っていますまた WSIS は今後も AI をその議論の中に含め AI 関係の技術に関しましても WSIS のアジェンダに含めていくということになります。人間中心主義というものが今現在の国際的な AI に関します議論においても重要な原則となります。WSIS のアドボケーターとしてこのようなテクノロジーというのは 権利というものを強化するものでなければならないと思いますマルチステークホルダーの側面特に AI のディスカッションの AI のテクノロジーに関しまのディスカッションにおいて重要になります WSIS フォーラムとそれから IGF こういったフォーラムを使うことで認識を高めていく必要がありますまた AI のリタラシーを高めていってそしてスキルを開発していく必要がありますそして社会的な倫理的な 今実装ということが重要になりますさらに技術の専門家の方々そしてリサーチャーを関与させるということ AI がデジタルランドスケープを変えていく中で体の経験が効果のある価値のあるインサイトというものを提供してくれると思いますありがとうございますではドリンボグダー・マーチンさん 先ほどもご説明いただいておりますけれども今後将来についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか先ほどもしましたようにウ e i ス y はその時代を先取っていたということだと思いますそのフレームワークというのは今現在も価値があるもので有効なものだと考えますそれを活用するべきだと思います振り返りますとこれまでのコアエレメント 本,本日ディスカッションをしております AI に関しまして例えば倫理もそうですがこれは w ィ s ス s の枠組みの中に入っていますセキュリティもそうです当然です C5 もそうです皆さんご存知だと思いますそれからご情報だとかそういったものもこの枠組みに入っているわけですそれからそれを可能にするようなフレームワークキャパシティの開発能開発このような要素というものはすでに ウィスに入っているわけです2003年を振り返りますと世界のリーダーがジュネーブの結果というものを採択するということになりましたそのジュネーブの開講の結果というものから VSUS ススは進化をしてプラットフォームとして活用されてきたわけですなのでこれを今後も維持していくその包摂性といった側面を維持していくそしてこの なマルチステークホルダーのプロセスというものを維持していくということがあ基盤になります。それから来週、あ昨,年昨年ですけれども、UNDP とアンクタ a とユネスコとそれ以外の国連のパートナーと一緒になりまして、ウイルスは会合を持ちます。そこで、a、AI for Good サミットとですね、えー、合わせて。えー 5から40程度の国連の機関が参加するような会合を行うことにしております。で、ウエシスプラス20、これは2025年に結論が出ますけれども、来年のイベントはそのグローバルデジタルコンパクトのサミットの前に行われるということになります。したがって、これがまさに叩きたいとなって、2025に向かっていきたいと考えています。ありがとうございます。IGF は v s オブイセスの一つの結果になりますけれども IGF の役割その価値というものはどのように考えられますでしょうかこの v s スの枠組みにおいてということですけれどもシビルグレールセフィックさんありがとうございます IGF は適切なプラットフォームをステークホーダーに提供するものでありますさまざまなセクターに対しましてそうした地域に関しましてもそうですし協、まあ、力の枠組みを提供しています IGF は全体として ファシリテーターとしてまたフォーラムとして重要なディスカッションを政府市民社会学術会そして技術コミュニティと持つそういった機会を提供していますこれは包摂的なアプローチですし VSS の原則にかなっています全てのステークホルダーというものを巻き込んでデジタルの未来を議論するわけです この基本的な原則オープンで包摂的で人中心の情報社会というそのオリデンというものを IGF でも維持しておりますこのような原則というものを現実的なディスカッションに落とし込むというのが IGF であるありますまだ IGF は拘束的な決定だとかまたは規則というものを策定する場ではありません よりオープンなディスカッションの場であって知識を共有する場でもあります複雑性だとかその大き制というものなしにオープンなディスカッションができる場であると考えていますえ、マルナ・フェルナンダ・ガーサスさんはいかがでしょうかその IGF は IGF の役割はどのように見られますかありがとうございます先ほどありましたように IGF というのは本当に価値のあるうう フォーラムでます。また相互作用性のポリシーに関しましてもそうですしさまざまな方々のさまざまな地域におきます多様なニーズに関しましてディスカッションするところであります IGF というのはまさにコンビーナーという形でさまざまなコミュニティを招集する力を持っています まあそのグローバルデジタルエコノミーに関してさまざまなそのステークホルダーというものを招集する力があります。まあ、これはもともとボトムアップというのを組織であるということが背景にはあります。我々はこの IGF のユニークなパワーというものを政策決定のプロセスとして国際的なレベルで活用するべきだと思っています。 これはサウンディングボードとしてまたアドバイザリーパネルとしての役割としての意味ですけれどもそうすることで IGF というものがさまざまな政策決定やスペースにおいて認識されるような機関であるということが必要になると思います様々な政策決定の機関がありますが IGF でのディスカッションの結果というものを最も高いレベルの政策立案で生かせるようにそして 例えばグローバルデジタルコンューターに関してもそうですが IGF がそのディスカッションの場になって実質的にこのようなプロセスに貢献できるようにするべきだと思いますそして IGF は今後もそのフォローアップのプロセスに参加していきたいと思っています。Um, <thank> you. はい、ありがととううございいます IGF のは、えー、中心的な役割を このインターネットのガバナンスに果たしてきましたしたがってその役割を2025年以降も継続するべきだと思います私はまあ大臣でもありますのでもちろん政府の役割というのが重要だということも分かっております。しかしか このテクノロジーを開発する人たちつまりビジネスですねそちらの声もそしてまたユーザーの人たちの声も反映しなければなりません市民社会によって代表される声ですそういった3者が全て網らされることによってこの構造ストラクチャーというものが開発されるべきだと思います。そそしてのの他の 人たち組織国家であったり地域であったりの組織そして青年の声それも反映されるべきだと思います。国際 あインターネットのユースガバナンス青年ガバナンスの声も反映するべきだと思います。ということでこういった異なるステークホルダーの人たちの経験であったり声といったものを反映するべきです。IGF IGF のコンセプトを私たちは強く支持ししていますしが えま、この成功裏に今まで発展させてきた役割を継続するべきだと思います。トリプティシンハさんはい、あのちょっと重複になるかもしれませんが。igf というのはマルチステークホルダーを中心にするということでありますえ、そしてそのマルチステークホルダーの意見をテーブルの上に出すということであります。え、そして。 いい結果を出すということでありますそれこそが IGF の提供する場だと思いますさまざまな社会の参加者がそこに集うということですテクノロジーというのは人の民衆のためです庶民のためですですから ま社会の中で生活をしていく上で大事なわけですから、IGF がそういった場を提供していくということです。Ican も IGF に強くコミットしています。私たちがあ、ま参加しているここに参加しているということ自体がその証明です。このテクノロジーのを、 この八十億のええまあ人類のためにこのテクノロジーを進化させる方法というのは他にないと思います。ですから同僚の皆様がおっしゃった通りだと思います。未来というのはやはりその青年の総計にもかかっていると思います。おっしゃるあのウィッティングデールさんのおっしゃる通りだと思います。えではあ村井先生どうぞ。はい大事なあの。 点だと思います IGF の価値そしてウィッシスの存在2007年というのはスマホが発明された年ですそして上司されましたで私たちはインターネットの価値 であったりその環境というのを考えた時にスマホがない時代ない,ない状況というのは考えにくいと思うんですまあ、やはりステークホルダーがこのプロセスに関与するということもあの少しずつ変わってきていると思います そしてこのオープンという原理原則またマルチステークホルダーという原理原則これは非常に重要であります。また既に70%の人類がインターネットにアクセスしていると先ほど申し上げましたでは残り30%はどうなっているのか全員にインターネットへのアクセスが提供できるようになるためには。 提供できるようになるためにはどうすればいいのかそれこそがま全ての人があそこに参加できるというそういった包摂性、包括性を示唆していると思いますそして最後の一点になりますがま話し合いを始めた時に人間にとっての重要なインフラは何なのかとそれは水なのか あるいはまあ酸素なのかもちろんほ他の環境問題もありますし気候変動ということもあります。そういったもの とともににテクノロジーというのののがこの社会に対しての重要なインフラを提供していますインターネットというのはコンピューターのネットワークで格納されているストレッジ格納されているものでありますしエネルギーでもあるわけです。それこそが私たちのこのデジタルインフラへの基盤になっているわけです。まあ近年 世界の環境が大きく変動しています変わってきていますインターネットが重要なインフラにそのライフラインとなってきているわけです全ての人間にとってのライフラインになっているわけです人権の問題も話し合われています特別なそういった存在を意義を示しているというふうに言えるかと思いますチャットガルシア・ラミロさん はい、インターネットのガバナンスのフォーラムということで、まあ、IGF ということで私たちは参加しているわけですけれどもこれはあの実現できますしこの2025年以降もこの実現していくと思います。これはあの国際的な 立場だけではなく地域のフォーラムといったものも大事です。非常に洗練された高度な広範囲な広いプロセスであります。で、まあ、いろんなレベルで参加することができるわけです。IGF が育成したものはこの WSIS のアクションプランを実際育成したわけです。そしてダイナミックコリーリションというのもありますし。 多くのジェンダーであったりコミュニティの接続性だったりネットワークの中立性だったりとかいろんなテーマがあるわけですいろんなステークホーラーに話をするということによって信頼を構築することもできますし信頼を醸成することもできますしいろんな人の視点を取り込むこともできますしそれが政策立案に反映されるわけです。ですから このフォーラムがいかに重要かということは強調しすぎてもできしすぎることがないと思います。WSIS2003 年20年前ですねチュニスアジェンダで交渉が始まったわけです。でそれが 23、段落23、パラグラフ23が削除されそうになりました。多くのフェミニストが、まあ、それに対、 抵抗してこの段落を残そうとしたわけですこのジェンダーコミットメントの23パラグラフ23というチュ,ニスのチュニジアでのコミットメントこれはジェンダー WSIS のアクションラインの中でのジェンダーの重要な要素の一つです。まああの 今はジェンダーということが強調されていますまあ、平等ということを考えたときにジェンダーというのは全てのテーマの中に取り込まれるべきです昨日市民社会の皆さん それから国家国連機関の人たち皆様と一緒にフェミニストの原理原則つまりジェンダーというのをデジタルグローバルデジタルのそのテーマの中に取り込むということについて話し合いましたそれこそがこのアジェンダを先に進める上で重要ですこれが IGF です京都で今回 IGF を開催しているわけですこののキャンンペーンというのは IGF が素晴らしい記録を残すという上でもこのテーマというものを先に進める必要があります。どういうことを IGF でやっていくべきなのかということを残していくべきだと思います。ドリンさんありがとうございました 失礼しました。チャットさん、ありがとうございました。同林さん、どうぞ。はい。あの IGF の重要性についてのコンセンサス、総意というのは、もうあの、出ていると思います。皆さんのおっしゃったことを、ここで繰り返すつもりはありませんけれども、ITU というのは IGF を強力に支援しています。ももともと最初からパートナーでありまして、サポートしています。 またデジタルジェンダーについてチャットさんが今おっしゃったこと非常に重要だと思いますオンラインでの,そのギャップ格差これなかなか縮小できません。 まあここでもまた他のフォーラムでもそうですけれどもデジジタルジェンダーギャップというのがあります私総会のためにニューヨークに行ってまいりましたけれどもいろんなフォーラムの中でマダレン・オールブライトさんの言葉を引用していました「国連がなければ私たちはそれを発明したければならなかった」というふうに国務長官が前の国務長官が言ってた言葉が引用されたりしていました。 それでは会場の方からステファン・スノアさんデジタル・トランスフォーメーションドイツの連邦大臣からお話をいただきたいと思いますありがとうございます各課そしてご参加の皆様、アパネルスの皆様、この大変重要なパネルです パネルででお話をできること大変光栄に思います今お話がありましたように私自身もこういった考えというものをしっかりと支持していきたいと思っております。 もし IGF というものがなければこのようなディスカッションはこれまでなかったと思いますし IGF があるからこそ我々はアォロジーが可能になっているそして IGF は今プラス20を近づいていますなので今この段階で振り返ってこの20年前を振り返ってこれが一つのランドマークイベントであったということだと思います本当に初めて参加者さまざまなセクターの方々が参加しました。 アカデミーもそうですし民間セクターもそうですし技術セクターもそうですそして4つ目忘れましたけれども皆様はご存知だと思います、まあ、このようなさまざまなステークホルダー175人の方々インターネットガバナンスに関しましてさまざまな国からの代表者が参加をしてディスカッションを開始したわけです。でここれれはマルルチチステーークホルダーのアプローチであって、これがうまくいって いいいくくとととうことを証明たたしましままのような方向性で今後続けていく必要があると思いますそしてドイツの政府は今後もマルチスティックオルダーアプローチを協力に支持していきたいとサポートしていきたいと思います。でこのアプローチが我々のアプローチ将来に向けてのアプローチだと思います。でおっしゃったようにたくさんの課題があります。2019年には IGF ベルリンでの会議を行いました5000人以上の方々が参加されましたそこでさまざまな課題に関しましてディスカッションを行いました過去のインターネットの課題に関しましてもディスカッションをいたしましたそして新しい課題も生まれています AI もそのうちの一つです社ソーシャルメディアもそうです ヘイトスピーチもそうですし、それから偽情報もそうです。まあ、このように新しい課題も生まれていますけれども、このような問題に対応していき、そしてソリューションを見つけるためには、マルチステークホルダーのアプローチしかありません。というのは、我々はすべてインターネットに関係しています。インターネットを必要としているわけです。あらゆる分野がインターネットを必要としています。なので、ソリューションをディスカッションするときには、 マルルチチスティックホルダーーのアプローチが必要になるわけです新しい課題に対しまして我々はグローバルのグローバルデジタルコンパクトをサポートをしてまいります。ここには大きな可能性があると思いますし新しい課題に対しまして将来にこれを解決するためのヒントがそこにもあると思います。将来的にパラレルの 構造ではなくてこの IGF というものがありますので、えー、それ以外、えー、何かその同時にこのようなフォーラムがある必要はないと考えますのでこの IGF というようなあフォーラムを使ってこの議論の場というものを活用してそして、えー、さらにこの IGF というものを強化し、はい いろんな課題に関してディスカッションできればと、そしてそのソリューションを見つけたいと思います。本日はこのようなパネルで発言をする機会をいただきましてありがとうございます。そして明日は我々のディスカッションの、まず回答といたしまして、まずそのマルチスティックオーダーのアプローチというものに対しまして私はイエスと申し上げたいと思いますし、これが将来もこのアプローチが必要だと思います。篠原さん、ありがとうございました。 ではピアス・オードン・オンホン様フューチャーネットワークのディレクターでいらっしゃいますお願いいたしますありがとうございますパネルの皆様あり,ありがとうございますこれまでの成果を見ますと多くの進捗がありましたインターネットの力を活用しまた ICT のその力というものを我々は活用してきたわけですそしてその中でそのプロセスを開始した時の 2003年のその共同的なアプローチデジタルデバイドを閉じるだとかオンラインのフリーダムだとかそのテクノロジーを利用して社会経済の発展に資するだとかそのままのチーステークローダーモデルというのはこのプロセスの中心にありました EU は中きにわたってこれを支持してまいりましたこのようなアプローチは課題に対応するためには 極めて重要だと思いますそしてこれまで大きな進捗がありますけれどもまだ今現在もえ接続性に関します問題があったりデジタルインクルージョンだとか持続可能な開発に関しますえ課題が残っていますテクノロジーの問題に関しましては AI の問題の言及がありましたこのような根本的な問題これはその 技術的なその名前だけで呼ぶことはできません。そして、このプロセスを続ける中で、このモデル、これまでも利用してくれたこと、モデルというものを維持して、それを活用していく必要があると思います。ドイツの代表の指導を参加をしゃったように、まあ、ヨーロッパ欧州委員会におきましてもまあ、そのような考えであります。 世界というのは国境はおりません我々はそのもう最先端でこのようなモデルというものを推進していく必要がありますマルチステコロダーモデルというのは今日も様々な方が推進されましたようにお話がありましたように大変重要だということでそしてこういったものを今後も維持していくわけだと思いますこういったモデルを利用することでテクノロジー 技術上の問題が変わりましてもそれを対応するためのフレームワークはそこにあるわけですそして地球規模の問題これは GDC 等が解決したいと考えているものですそして VSIS プラス20のプロセスはさらなる改善よりその法制を改善するマルチステークホルダーの環境の改善も含まれています この中にはジェンダーの平等ともありますしまたノンディスクリミネーション無差別という原則です。マルチステークオーダーのモデルこれは SDG で,でもそうですけれども問題に対応するためにはこのような方法というものが極めて重要であってこういったアプローチがなければ SDG の問題にも対応できませんで。EU はマルチステークオーダーのコミュニティとの 対話というものも今後も継続してまいりますそしてこのモデルというものをさらに改善していきたいと思いますし新しい課題に対しまして新しいテクノロジーの新しい課題に関しましてもこういったモデルで対応していきたいと思っていますでそれがこの場での皆様のその合意であればその方向で皆さん進めてまいりましょうありがとうございましたメス・サン・アンドリア・ペドロさん アフリカ国連経済委員会の代表の方お願いいたしますビデオです再生してください大臣閣下ポネリストの皆様ご参加の皆様本日はこのような重要なディスカッションに参加できること大変嬉しく思います今現在 世界情報社会サミットが抱える問題に関しまして今 WSIS プラス20のプロセスでは人を中心そしてマルチステークホルダーアプローチに関しますこれまでの取り組みを振り返る場でもありますしまたは今後を考える場でもありますさらに世界の皆様と一緒になりまして SDG の達成のためにも WSIS は そのデジタルデバイドに対応していく必要があります。グローバルのグローバルサウスの間のデジタルデバイドです。そして3つアフリカが考えています。イール事故に関しまして、お話をしたいと思います。まず、一番最初に我々はデジタルインフラのデバイドに関しまして有料しております。アフリカは最も。 開発が遅れておりまして人口の40%のみがオンラインですヨーロッパでは89%になっていますそしてジェンダーのさ不平等というものも存在しておりますそしてインターネットのコストスマートフォンというものはアフリカでは大変高価なものでありまして平均的な月収の40%を超えるような費用になっていますそれ以外にも アフリカはモバイルデータに対しまして3倍程度の費用ということになっています。また既存の新しいテクノロジーに対しますポリシーのデバイドもあります。AI についてもそうです。ブロックチェーンもそうです。そして自立システムもそうです。こういったものは共有された反 繁栄というものが必要なわけですけれどもこれはアフリカにはそこには十分には入れておりませんそして適切な規制上のフレームワークが必要になりますが政府は十分のリソースを持っていません安全でそして公平なデジタルトランスフォーメーション実行だけだけのリソースがありませんそれから人材です人材もアフリカでは欠けております今現在アフリカの学校の20%でしかインターネットのアクセスがありませんそれに追加しまして 高,教育高等教育へのアクセスもアフリカでは制限されています。アフリカにおいては大学に行く確率というのは6パーセントから8パーセント、先進国では80パーセントを超えています。アフリカは2030年までには 世界の若者の42%を若者の人口の42%を占めることになります。デジタルフューチャーのためには7つのステップが重要になります。まずデジタルタラシーを高めるということそしてポリシーフレームワークを導入しその要求層というものを促進しそして ICT のインフラのインベストメントを 呼び込むということそして ICT のリタラシーを高めるということそして ICT リソースを活用できるようにしていくということまたそのグローバルそしてリージョンの規制が必要になりますさまざまなバリアはありますですがそれに対しまして例えば税金だとか消費者の保護だとかサイバーセキュリティだとかデータスタンダードというところにおいての協力が必要になります アフリカにおいて一つの,そのアフリカ連合ですけれどもこのサイド的なアプローチ縦割りのアプローチというものを克服していく必要がありますまたローカルコンテンツとサービスというものを推進していく必要がありますローカルに重要性のあるようなサービスコンテンツを確保・開発 すする必要がありま,すまた最後に WeCES プラス20のこのプロセスというのは大変重要な機会を提供しておりますデジタルの未来を決定しますそしてそれをステークホルダーエンゲージメントもとに成功に導く必要がありますこれは国連事務総長のグローバルデジタルコンパクトの理念にも適用するのにもありますアフ,リカにアフリカと世界にとりましてさらなるそのデジタルの明るい未来を 作ることができますように、皆様の新規の結果というものを楽しみにしております。ありがとうございました。ペドロさんがそれぞれのま地域で適切な開発発展をしていく必要があるという話も今伺いました。では最後にそれぞれのパネリストの皆様から最後のメッセージどうぞ。 はい、マルチステークホルダーというのがやはりその鍵となるその方法だと思います。やはり包摂的であるためにはそれが必要です。私たちのゴールは誰も取り残さないということであります。つまり誰もオフラインにはしないということです。で、ピアスさんがおっしゃったように SD、S.D.G.s、え、まあウィシスというのは ある意味では SDGs の基本だと思いますつまり土台だと思いますもしデジタルテクノロジーを活用すればやはりすべての SDGs のターゲットを加速化することができると思いますしたがってこれは決して無視してはいけないと思いますしやらなければいけないことはたくさんありますそして SDGs の達成に大きな期待と希望を持つことができると思いますジョン・フィッティングデール今日どうぞ、はい、私は2003年にはウィシスに参加していませんしかし国連2015年国連総会にはイギリスを代表して発表しています その時に申し上げたことはその今日にも適用できると思います。IGF というのがやはり適切な場でありオープンで包摂的なプロセスを担保するための場だということはその通りだと思います。ドイツの同僚がおっっしゃったように それを他の場所で重複する必要はないししてはならならいいと思います。でその時にも申し上げましたけれども人権の問題そして基本的な自由というのが全ての根幹になるということを申し上げましたインターネットのガバナンスの構造に関してもしっかりです。とりわけ 今さまざまな課題があるわけですからサイバーセキュリティの問題サイバー犯罪あるいは偽情報ヘイトスピーチ人権と基本的な自由そこが基本オンラインにおいても基本ではないでしょうか村井先生どうぞありがとうございます。 インフラテクノロジーのインフラということでインターネットのインフラというのは日々変化しています。で宇宙のインフラにまで発展しています。例えば地球上の表面だけではなくて地球上だけではなくてインターネット が月活性そういったところとつなごうという話も出ているわけですからイン,フラインターネットのインフラというのは非常に急速に進化しています。それから SNS クラウドサービススマートシティ AI そういったものが同じように非常に強力なインパクトを社会に 与えるわけです。したがって、I.G.F. とウィシスのプロセスというのは新しい新しく入ってくるステークホルダーの人たちにをにまその文句を解放するということが大事です。ではトリプティさんどうぞ。トリプティシン,シンハさん。今日のディスカッションはマルチステークホルダーモデルというのがこの 私た的なでデジタルの未来、そしてこのデジタル格差を解消するために必要不可欠だということを確認することができたと思います。インターネット、そしてその技術的なインフラ、そういったことを考えたときに私たちは IGF を強力に支援しています。将来的にも 原原理原則は維持するそれは包摂的であるということそしてインターネットというのは変化のため善の良き変化のためそして平等アクセスそういったものの土台になるべきです。というのは今までの過去の意思決定とそして未来と を組み合わせてこれがやはり適用可能であるしそしてインターネットガバナンスという意味でも非常にその必要不可欠であるということを考えながらこの平等性包摂性エンパワーメントそういったことをぜひ実現していきたいと思います AI について一言申し上げたいと思います この20年間でデジタルというのが変わってきたわけですデジタル体験が変わってきました今後さらにこれが大きく変わってきます AI がどのように私たちを変えるでしょうか今まで考えられなかったような変化が出てくると思いますま量子の領域というのもしっかりですこの量子というのも ま、イノベーションという上で大きな変化をもたらします。で、これはオープンインターネットがあるからこそ可能になっているわけですえ、これを守る必要があります。え。村井先生がおっしゃったように、やはり宇宙を無視してはいけないと思います。大きなえ発展がそこにはあります。ではえ、マリアフェルナンダガルサさんはい、あの総合運用。 これは本当のの意味での接続性を考えた時に重要に要なりますさまざまなその地域の言語それから情報を行動で実,実現可能な行動に変換していくという上でも重要であります。こういった課題ですが意味のある接続性という上で大事であります。でその をまあギャップをまあ縮小する上でまたビジネスの投資というものを可能にするためでもためにも Igf というのが適切なあその手続きであり場所であると思います。はいあのウィシスプラス20でありますけれども。 デジタル分野のさまざまな課題の上で非常に重要であります進化をしているこれは領域になりますそして新しいゴールを設定しより包摂的でそして平等なデジタル将来デジタル未来を考えた時には必要です。ノールウェーにおいてその持続性であっったたりり改善であったり 対話といったものが重要だということを認識しておりますそして私たちが直面しているその機会チャンスというのは今までになく大きなものでありますですから そのマルチステークホルダーのプロセスを維持することが大事ですそれはえ、包摂性というものをまその信頼に基づいた形で推進していくということですまだ届いていない声をえ、入れるということですスタートアップなどあるいはデジタルネイティブの青年え、そして地域のローカルリーダー それぞれのコミュニティのニーズをよく理解している人たちまたは専門家の人たちそういったすべての人を取り込むということが大事ですさらに私たちのこの倫理説明責任に対するコミットをもう一度確認する人があります社会の中で私たちのマルチステークホルダーのこのコラボレーションというのが最も高い倫理観にのっとってプラ プライバシーであったりセキュリティといったものを確保していくということにコミットしなければなりません2025年に向けて私たちは今進行のテクノロジーイマージングテクノロジーそして持続可能性というものを考えなければなりませんこの環境のフットプリントをどのように削減し よりグリーンな、より責任のあるデジタル未来にどのようにコミットしていくのかということも大事です。WISIS プラス20ですが、まあまた IGF はオープンで、そしてインクルーシブであると、インターネットガバナンスのさまざまな課題とチャンスを提供しています。ノルウェーは IGF をが重要なそのフォーマットであるということを認識して。 いますだからこそ今年の初めノルウェーは IGF を二千二十五年に主催するということにコミットしましたありがとうございました good to hear. <laughs> はい、ありがとうございますえ私が考えますのはもし我々がマルチスティッオーダーのエンゲージメントというものをより堅牢にするためには エネルギーそして希望この20年前のエネルギー希望というものを思い出すべきだと思います市民社会を準備させるということそしてまた我々はそのようなあ意図を持っているということでこれはその我々の意思だけではなくてまだサポートが必要になるわけですマルチステークホルダーのエンゲージメントこれを実行するために 政治的な意思が必要になりますまたその会社のリソースも必要になりますいろんなガバナンスストラクチャプロセスというものが実行されています全てを追うこともできないような状況になっています様々なプロセスが行われておりますがこれをお互いにつなげていくことが極めて重要ですゼロサムゲームではありませんので様々なそのプロセス に関しましまてもちろんその複数のプロセスがあるのはいいわけですがそのプロセスというものをちゃんとお互いにつなげていく必要があると思いますそしてアクションアクションラインが SDG につながっているということそしてグローバルデジタルコンパクトそして将来のニューズに対しますサミットに関しましてもそうですそれ以外にも分断ガバナンスの分断という有料があります 我々が必要なのはつながったインターネットガバナンスデジタルガバナンスでありますそこでは我々は意味があるエンゲージメントを持てる繰り返しになりますけれどもそのためには政治的な意思が必要になりますしそれをリソースでしっかりと支援する必要がありますパネリストの皆さまありがとうございましたお話がありましたように マルルチチステーーーダーアプローチへの期待という声がたたくさん聞かれました問題を解決するためにはこのようなアプローチが重要であるこれはインターネットガバナンスに関しましてもそうですしまた人を考えそしてそれ以外の主体というものを考えこれを別々にではなくてつながった主体として考えるその関係というものを持たせるということ。 IGF は、まあ、そのような枠組みを提供するのでもありますし、えー、複雑な状況において IGF というようなそのマルチスティックオーダーの場があるということは大変素晴らしいことだと思います。それではパネスの皆様ありがとうございました。この後グループ等を取りますので皆様ステージの左側の方に集まってください。ありがとうございました